フルノーは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地ーキ県、ロワール県のコミューン。フルノーは、ローマ街道の近くが発祥の地である。その街道は、ルグドゥヌムとロドゥムナの間を走っていた。プラクピー集落の西側にある、牧草地でおよそ2キロメートル、今も、街道の痕跡をたどることができる。ローマ時代の陶器の破片が近くで発見されている。教区は、 ロアンネ地方最古のものの一つである。サビニー修道院の特許上大長は、1020年にフルネルのサンミシェル教会について報告している。フランス革命までは、教区の土地はそれぞれ異なる領主に依存していた。フォルジュケとオブパンカである。19世紀、フルノーでは、シフォンやサテンといった織物が生産されていた。また、タラール社のため、鍵バリアミ刺繍も作られていた。 重要な繊維産業は合成繊維テルガルで織られたベールやシルク工場と共に維持されていた。これにより村で提供される産業の雇用は1970年代から1980年代にかけて増加していた。参照元1962年から1999年までは複数コミューンに住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は 当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。